京都シネマは、京都府京都市下京区市場カラスマルにある映画館。3つのスクリーンを有し、主に単関系映画を上映している。京都シネマがあるコークカラスマ2003年1月に2スクリーンを持つ京都朝日シネマが閉館し、京都市内での単関系映画の上映が減少した。そこで、旧、京都朝日シネマの支配人以下スタッフらが、新たに会社を設立し、 他施設での上映会を重ねながら新たな映画館の開設に向けて活動した。2004年12月4日、株式会社キサラギ社によって、コーからすまに京都シネマが開館した。2006年に立命館大学と学術交流協定を締結した。2009年の開館5周年を機に現在のロゴに変更。同年、島フィルム代表の島都樹が、 同館の役員に就任している。イオンモール京都内に T ・ジョイ京都が開業したことや、ネット配信動画の普及などで、京都シネマの経営状態が悪化した。2018年7月9日、株式会社キサラギ社は、京都地方裁判所へ民事再生法適用を申請し、同年7月26日に、京都地方裁判所から民事再生手続き開始決定を受けた。 営業は継続されるほか、会員制度も維持される。支援スポンサーには、島フィルムが名乗りを上げた、キサラギ社に関するカテゴリー。ありがとうございます。